すべてを凌駕してこそフラッグシップと言える。新しいステラはさらなる進化を遂げ、その姿を現しました。耐久性、静粛性、トラブル回避、スムーズネス、すべてにおいて究極を超え、特別な存在ともいえるプレミアムクオリティリールの誕生です。 Sing baby sing。アングラーにとって理想のスピニングリールとはどのようなものなのか。それはスペックとしてのハイクオリティはもちろんのこと、ときめきや喜びにあふれた釣りの時間を体験できるという豊かで深い感情面のベネフィットも合わせ持つものだと考えました。最先端を行く高機能高精度に支えられ、ひたすら釣るという楽しみに浸りきれるただ一つの存在、プレミアムクオリティリール、ニューステラの誕生です。スムース、サイレント、ストロングからなる S を極限まで磨き上げることで構築される R、リライアンスが全ての性能を揺るぎないものに進化させるという SR コンセプト。この流れは今またニューステラの登場によりさらに完成度を高めました。進化を続ける SR コンセプトが全てのアングラーに新たな信頼をお届けします。飛距離の追求、そしてトラブルレス、キャスティングにおけるこの2つの目的を両立させたのが新設計の ARC スプール。これまでの常識を覆す画期的な形状です。チタン ARC スプールリングの特殊な形状によるライン整流効果で、キャスト時にライン放出がベストな状態に整えられ、飛距離を犠牲にせずにトラブルレスを達成しています。またエアロラップシステム採用により、コンパクトなボディに最適なストロークのスプールが搭載可能となります。このためコンパクトなボディに対してベストなストロークが実現されています。さらにカム方式と比較して均一な巻き上げが可能になり、キャスト時、リーディング時ともに心地よいフィーリングを体感できます。
シマノはマスターギアに最高水準のアルミニウム合金と自信のテクノロジー、レイカン鍛造テクノロジーを導入しています。マシンカットに比べ強度、耐久性に優れています。ニューステラに採用のバリアギアは超超ジュラルミンレイカン鍛造マスターギアに特殊表面処理を行い、耐久性能は従来比 50% アップを達成しました。業界初の表面回質により、錆を寄せ付けないベアリング ARB、 さらにその側面を防製素材でシーリングし、塩水などの塩紙を大幅に減少させたのが新開発の SARB です。ニューステラは全てのベアリングにこの SARB を採用、ソルトウォーターでの使用をさらに快適なものにしています。生めかしいほど滑らかなリーリングによるラインの整然とした巻き上がりはエアロラップシステムでしか成し得ないもの。均一で美しく巻き上げられたラインにより放出時のエネルギーロスが抑制されて飛距離アップにつながります。そのキャストフィールはラインの過剰なバタつきがなく心地よい感覚です。ハイクオリティなスピニングリールにはエアロラップシステムが当然の選択なのです。よし、乗った。でかい。まだフレッシュなのが近いですね。おー、楽しい。いいね、いいね。行くね、行くね。20ポンドのラインであってもストレスがかからずスムーズにスプールエッジからラインが出ていく。よし、お、俺ナイスサイズ、ナイスサイズ。よし、泳いできて、泳いできて、そのまま。よし、よっしゃ、よっしゃ。やっぱあの滑りのいいドラグを持った、リール、これはもう絶対的に必要なの。それからあのライントラブルのないものですね、こういったものが、重要視されると思います。
今6ポンドのライン使ってるんですよ。ちょっと太めのフロロ。それでもこのリールは糸が全くよれない。ほぼよれない。やっぱりこの新しいスプール、このツバが出てるこの形状はいいですよね。太い糸でも飛距離が出て、それでいてよれない、いい感じ。実際使ってみてですね、このリール太い糸がしっかり使いこなせるんですよ。まあ自分自身の中で6ポンド8ポンドを多用するわけっていうのは、カバーを打つ釣りが多いと、そういうことなんですよ。その釣りにおいてはやはりスピニングリールはトラブルレスであってほしいと、そういう願いが強いんですよ。ですので、まあ今回このスタイルになって非常にストレスなく使える。このスプールに対してのこう糸巻き量を巻いていくと、このツバは全部残るんですよね。ツバが全部出てる状態でキャストしてってもロングキャストができると。っていうことはどういうことかっていうとですね、糸自体の質が硬くて膨らみやすい糸でも間違いなくトラブルが減ると、そういうことなんですよ。その太い糸が使えるっていうことはイコール細い糸はもうバッチリですから、その辺を考えていけば、まあ、特にバスフィッシングにおいてのこのスピニングリールっていうところでは、まあ今までで最高の出来だと、僕は思います。ステラを使い出してからですね、もう早10年ぐらい立つんですかね。まあもうね、すごい進化したというか、まあすごいですよね、これって。やっぱりスピニングってね、気になるのがそのライントラブルじゃないですか。で、ましてややっぱり太いのを入れれば入れる、ね、太いラインをつけれ入れれば入れるほど、それはもうどんなにいいリールでもなるわけで、でもそれを極限までに減らすっていうところがやっぱその道具に求められた部分、まあ、それが今回のこの新しいステラには凝縮されてるっていうような形で、まあ僕が一番今すごい好んでやってるジグヘッドの釣りっていうので、まあそこに8ポンドとか、っていうラインを入れれるっていうのはすごい戦力になるんですよね。実際僕がすごいこのリールを使って感じたことは、6ポンドの飛距離と8ポンドの飛距離っていうのがどんだけ違うねんって言ったら、ほんと数メーターなんですよね。で、まあましてやボートドッグの下とかにこういう形でスキッピングして入れた時に、やっぱり6ポンドでやり取りするより8ポンドラインっていう太い方の方がすごい安心してゲームができるんで、何なんでしょう。まあそういうカバーについてる魚っていうのは結構こう警戒心が薄れてるんで、入っちゃえば食うんですよね。だそういう部分を考えるならば、やっぱり余裕を持ったラインが入れれて、しかもトラブルがないっていうことならば、やっぱりその太いラインの入る製品、まあ、ものを選んだ方がやっぱりいいですよね。これが僕の戦力になることは、間違いないですね。How come we can't? They come back to it.
Good job, Bernie. Yes! Way to stay with us. Woo! Listen to that drag. Drag is singing. Drag is singing. I'm gonna hold it up a little bit so it doesn't cut you off. It's a good sized fish. I love that sound. Yeah. Here, Rob. All right. Woo-hoo! All right, man. That's awesome. Good job, buddy. Man, thanks. Good cast. I'm coming on this side, eager for the sun. They're strong, they're powerful, they rip the line. It's, you heard the drag and during the fight. If you really want to put your equipment to the ultimate test, light spinning tackle, there's nothing better than a bonefish. Oh, there he is. Why didn't he get it? Oh, look at this fish, Rob. There's a snook. There's a snook. Wait. Coming up. Come on, baby. Well, he's hooked good. Yeah, he is. I think both hooks are in him, so. Yeah, take my time here. There you go. Good job, buddy. Yeah. That's what we came for right there. Thanks, Rob. Good job, buddy. Good job. That's a nice fish. Okay, well, I don't want to, if it's... Big red. Big red. Big red. Go big red. Big red. I thought he's a lot bigger than that. This is a fat one here, buddy. This is a fat redfish. Look at that fish, Rob. It's pretty. It's fat. Look, man, at, look at his yeah, belly. He's got a big old belly on it. Big red. This is a 2500 Stella. Normally, this would be a light reel for bass fishing or possibly stream fishing, smaller species of fish. But I put this reel to the test. I caught redfish, snook, bonefish, and barracuda on this reel. It handled every challenge. The drag is silky smooth, the reel is light but very strong, and paired on this rod, it performed like a 3000 or a 4000 Stella. I also like the new wider spool. The line comes off so easy. It's the ultimate spinning reel. Eight pound fluorol, いっぱい巻いて釣りしてもなぜか糸よりなし。この8ポンド、まあ、
巻いてあるこんなね溝いっぱいまで巻いてあるリールで、まあ一番初めに投げるとき、まあ大丈夫かなと思ってたんですけど、で投げてやっぱり一番初めに切れたのは全然バックラッシュしない。でもう一つ多い釣りがこうスモールマウスなんかやってると、あのグラフを見ながら真下に落とすことがよくあるんで、で糸のたるみがすごい出やすいから、そういったとこでもストレスフリーになる。手をこう見ながらこうにやる必要なく、こうグラフとにらめっこしながら釣りもやりやすい。大きな違いですよね、今までと。じゃあ1日50匹100匹釣りました、それを1週間2週間続きました、それでもずっと同じコンディションでいられる、そういうドラッグだとやっぱ全然違いますよね。安心感も違うし、うん、やっぱりその辺がすごい一番大事だと思います。非常にそういう安定性、耐久性はやっぱり大きいですね。さあこれだけベイトがいて、そのベイトの中から僕のルアーを選んでくれるのでしょうか。うん、面白いな。ドラグがいいですね、スムーズ。喧嘩しない。うん、やっぱこうリールがこうギアがすごい密に噛んでる感じがしますね。巻き取りが力のロスがない感じがありますね。こう今ね、竿にかかってるこのテンションを抜かないように竿を倒しながら、ある程度ね力をかけて巻き取っていくんですけども、この時やっぱりやわなリールだとこうリールのねこうギアにガタが来ちゃったりするんですけれども、その感じが全くないですね。今回のこのステラというのはとにかくこうトラブルを、はい、防ぐ、実調で一番嫌じゃないですか、はいはい、こうライントラブルをするのが、ね、特にこういう釣りでね、はい、フルショットするとラインがね、こうボンとかいった瞬間にライン切れちゃって、はい、飛んでっちゃうみたいなことがあるんで、今回僕使ってて感じたのはとにかくもう安心して、はい、フルスイングして、遠投できるな、とにかくね、実調レベルでこうトラブルがなくて使いやすい、はい、安心して使えるステラ、これがとにかく今回の感想ですね。あ、来た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 。おー、いい感じだな。
結構しっかりしてましたね。もうセールもかかってもガン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 、ね、寄せられるし、型はドラッグ走れる時もドラッグもものすごい性能いいですから、結構期待できます、今回のステラは。